成人おめでとうございます。ありがとうございます。まず出身中学とお名前を何ですか。神田中学校の中田です。イスルギ中学校のシュガメです。中田、そしたら、親部で一番好きなところ、場所で明治お祭りでも地元の祭りの神社ですね、獅子舞ですね。どこの地区になる。安井町。安井町、はい、あ、加牛祭りとか。加牛祭り、メルヘンの、はい、源平加牛祭り、はい、餅巻きとか楽しいですね。もう一つだけ、この二十歳まで育てていただいたご両親に感謝の気持ちを伝えるとしたらどんなことですか。ありがとうございましたと。しかもね、まあいろんな意味でありがとうございましたっていう。まあありがとうございますとしか言えないです。他には、はい。できるだけ言ってあげてくださいよ。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。メッセージおめでとうございます。ありがとうございます。出身中学とお名前をちょっと。イスルギ中学の亀澤隆弘です。亀澤隆弘。ああ、そうです。親部で、はい、なんかこの好きなところ、一番好きなところはどこですかね、親部市内。親部市内です。場所でもいいし、お祭りでもいいんです。好きな。勝負祭りかな。勝負祭り。ああ、そうですか。リバーサイドの。はい、ああ、そうなんです。家の前だから。家の前。もう一つだけね、今日成人を迎えて、はい、ご両親に感謝の言葉を伝えるとしたらどんなようなこと。ああ、今まで育ててもらってありがとうございます。亀沢信弘さんの息子さん、はい、あ、そう、お父さんと友人でした。あ、そうなんです、ね、ありがとうございました、はい、じゃあ今から成人式やね、はい、はい、頑張っていってください、はい、まず新成人おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。出身中学とお名前をお願いします。大谷中学校出身、沼田俊です。はい、いいね、はい、まず一つ目、親部で一番好きなところ。いや、やっぱりこの三教村っていうところがやっぱり好きですね、僕は、はい。メルヘンチック。メルヘン、そうですね、メルヘンも変わってていいと思います。はい、で、今まで二十歳まで、はい、親部で育ったわけですが、はい、ご両親に何か感謝の気持ちを伝えるとしたら。中学生の時には、いや、高校生の時には、親にすごい迷惑をかけてしまったので、これから社会人として一生懸命働いて親孝行なりなんなりしていきたいと思います。立派やね。ありがとうございます、はい、今日からは大人ですね、はい、責任を持った行動が必要になります。はい、頑張っていきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まず新成人おめでとうございます。ありがとうございます。大変な日になったね。いや、大丈夫だった。もうやばかったです。まずじゃあ出身中学とお名前を知るんです。イスルギ中学校出身、戸田直樹と申します。伊勢木中学校、山下和義です。伊勢木中学校、太田翔です。伊勢木中学校、宇田翔太郎です。ここまで二十歳になって、お父さんお母さんに何か感謝の気持ちを伝えるとしたらどんな言葉で。ありがとうございます。ただ一言、これしかない。そうです。事故ってばっかりですいません。もう事故らないように気をつけます。今日から大人ですか。はい。今までありがとう。ありがとうです。これからもお願いします。ちゃんと打ち返って言わんのがいい。はい、で今日はありがとうございました。さあ、はい、今から成人式やね、はい、はい、頑張って。これ5人ぐらい成人おめでとう。やべやべ、今から。はい、新成人おめでとうございます。ありがとうございます。大変な日になりましたけども。はい、ちょっと天気悪いっす。はい、じゃあまず出身中学とお名前。イスルギの片山です。はい、大谷の山田です。はい、イスルギの表です。はい、富山県北陸大谷です。の名前。名前は小倉です。はい、はい、そしたら市長室。市長室、将来住むからよ。はい、将来のインタビューすんね。はい、はい、じゃあ新成人おめでとうございます。ありがとうございます。まず出身中学とお名前。はい、イスルギ中学校の白川清です。じゃあね、まず一番最初聞きたいことは、はい、親部で好きなところ、はい、好きなところですか。うん、やっぱなんていうか、うん、好きなところって言ったら稲葉山ですかね。なんか印象のことが、ということは見る景色、風景。風景ですね。
のどかで、ちょっとでもちょっとちらほらとしか映ってないけど、やっぱ好きですね。やっぱ何度も登った、はい、何度も登った、何度も登ってます。もう一つ、はい、ここまで二十歳になって、はい、あんま親孝行もしないですけど20年間育てていただきましてありがとうございます。もうそれしかないです。本当にありがとうございます。家に映像、はい、まず聞きますよ。はい、じゃあ新成人おめでとうございます。ありがとうございます。出身中学とお名前を教えて。大谷中学校出身の白井幸恵です。はい、大谷中出身の細川舞奈です。はい、大谷中学校出身の川田真由香です。はい、大谷中学校の方ですね。はい、じゃあまずね、聞きたいこと、小矢部で一番好きなところ、場所でもいいし、お祭りでもいい。クロスランド。クロスランド、どんなところ。特に花火とか花火とか、はい、いろいろ。はい、あ、じゃあ津沢の豊が大好きです。豊が大好き、お祭りでね。同じく津沢の豊です。あ、豊も似てありますね。そうですか、親部いいとこですね。はい、じゃあ次にもう一つだけ、今日20歳成人式を迎えるわけですけども、ご両親、お父さんからね、感謝の言葉を伝えるとしたら何かしら。今までありがとうございました。今までいっぱい迷惑かけましたが、これからも多分かけるのでよろしくお願いします。20年間育ててきてくれてありがとうございました。ありがとうございます。まず出身中学校とお名前を。津沢の森田です。津沢の今井です。津沢の沢田です。広いこの親部が大好きです。親部も大好き、三教祖。あ、まあ、はい、津沢はヨタがありますけど、ヨタがあります。うわ、ちょっといろんな関係でちょっと帰れない時もあるんで。じゃあ今日成人式を迎えるわけですけども、お父さんお母さんに感謝の言葉を伝えるとしたら何かしら。これからも迷惑かけますがお願いします。はい、まあ、これからもよろしくお願いします。ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。